このメニュー。どうも、14歳 VTuber の星のニアです。ボイスロイドのキズナあかりです。ドルセントボンドです。チキチキチャンネル。今回の動画のお題はこちら。2020年4月からアニメ放送予定。ドラゴン、家を買う。についてレビューします。何かと、アニメ企画が曰く月に見えるんですよね。まず最初にこの、ドラゴン、家を買う。の事前レビューをする前に、一つだけ大事なことがあるのでそこを警告します。当チャンネルは、たつき監督、平安作画監督、ゆっこ美術監督のクリエイターチーム、彩り、のファンです。基本的に全く関係ないのですが、ぶっちゃけると獣フレンズとの共通点もあるので、そちらについても触れざるを得ないので、ご了承ください。まあ、諸事情もあって、彩りファンが一番注目してそうなのよね。ただ、口述する事情はあれど、原作の雰囲気は良いですし、ニュートラルな立ち位置で見たいという祈りも込めてます。ということで、まず原作コンビについて。原作はタヌキカオ。作画はアヤチョコ。今時のファンタジーものですが、小説家になろう原作でなく、マックガーデン社から出てる漫画原作ですね。ではあらすじ。舞台は某国民的 RPG っぽいファンタジー世界観。クソザコショタのドラゴン、レキ君は、卵番の際にうっかり昼寝してしまったことで、親から勘当されてしまう。なお、その際にレキパパからは、勤務中にスマホいじってる鉄道会社の運転士より性質が悪い、とか言われちゃうよ。ファンタジーとは。ただレキ君、スライム倒して300年のライカちゃんみたいに人間になる力があるわけでもなく、ついでに割と強いライカちゃんと違って、レキ君はクソザコナメクジといういろいろと大変なヘタレドラゴン。このヘタレドラゴンのレキ君が、建築家エルフで実は魔王なイケメンのディアリアさんと出会って、図体から強いキャラと誤解されたり、人助けをしたりしながら、マイホームを作るためにレキ君が頑張る話だよ。ジャンルとしては、ほのぼのギャグといったところかしら。まず最初に付け加えておくけれども、このドラゴン、家を買う。の原作や雰囲気そのものは悪くないです。原作、作画ともに無名の人ですが、作画はちょっと少女漫画系ではあるものの背景の書き込みとか良いです。ちょっとファンタジー系ゲームのパロディに頼るところもありますが、レキ君のクソザコドラゴンという部分は活かされている。先ほど、スライム倒して300年、お引き合いにしたのはなぜ？ファンタジー世界での日常ギャグものということと、300年の方でもレッドドラゴン JC のライカちゃんが、初期からアズサファミリー入りするっていうのが大きいですね。ちなみにライカちゃんも、マイホーム建築するので、そこら辺で共通点が少し話題になるかと予想してます。こういうのが、アニメ放映の面白いところね。ただこのドラゴン、家を買う。1話に限定する話ですが、かなり重要な要素があって、陰夢ネタをぶち込んできてます。陰夢って、あの野獣先輩の陰夢？野獣先輩ネタではないんだが、もしそのまま使ったらニコニコ動画狙いでもやってそうなのが、2つあって、クソザコドラゴンのレキ君が、ドワーフたちに捕まった時に、さあ、病院に解体ショーの始まりや。ハーピーに誘われて、レキ君が空を飛ぼうとして失敗した時に、落ちろ！落ちたな。と、カーリーさんやタクヤさんを彷彿させるネタをぶっ込んできているんだ。アニメでそれを取り入れるかどうかにも期待がかかるわね。意外と陰夢ネタを露骨にぶっ込んでくるのって、そうそうないからね。あと、食べないでー、ともレキ君が言ってるんですが、ドラゴン、家を買うの連載開始が、2016年の年末っぽいので、彩り版獣フレンズ2017とは、ギリギリ滑り込みセーフって感じ。ただアニメでやると、そういった前後ネタが見えないから、また連想されそうね。さて、ここまでが原作の話。そしてここからが、アニメを取り巻く話。まずアニメで良い部分を語ろう。オープニングが、大石正義さんだ。ようこそジャパレパークへ、やグリッドマンのオープニングの大石お兄さんね。2021年春クールは、グリッドマンのスピンオフ。ダイナゼノンでも大石お兄さんが担当する。2枚看板ということ。で、ここからが色々とややこしい話になるので、
原作好きとか楽しんでる人とかは、ブラウザバックをおすすめします。ね、ちょっといろいろとあるんですよね。この作品。まずこの作品のスタジオは、シグナル MD というスタジオ。消費者駆け込み寺を通して、作画監督の人から、スタジオ MD さんに指導が入った。で、その指導が入った作品は、FGO じゃないよ。2021年4月に放映される30分アニメでの出来事。で、ドラゴン、家を買う。ともう一本がスタジオ MD で放映される予定のアニメなんだ。ただ、このドラゴン家を買う。が、30分アニメとは言われていない。もう一つ、この作画監督の人が、続報で無免許運転と余罪で4年休憩されてのやらかしがあって、なんつうか、どっちもどっちに追い込まれたかなというのはあるんだけど。ただ、別件で、作画監督の人に問題があっても、作画監督を軽視してる空気があるというのはあるかもしれない。行政に入られて指導を受けたのも事実だからね。で、ここから直接は関係しないけど、今アニプレックスと組んでアニメ企画を裏で進行してる彩りってチームがあるんだけど、獣フレンズが2017年に流行った時、散々、辰木監督一人でやってるとか言われてたんだけど、違うのよ。作画監督の平安さん、美術監督のゆっこさん、この二人と辰木監督合わせて三人チームということだが、もっと言ってしまえば、変達って YouTube で見れるアニメの猫のモデルが、作画監督の平安さんモチーフなのよね。まあ、監督兼脚本、作画監督、美術監督が、アニメ作品が一作終わっても次また引き続くという彩り構成って、業界では珍しいとウルトラジャンプで言ってた。まあ、あんまり巻き込むのもなんなので、ドラゴン、家を買う。の話に戻すが、この作品のアニメ監督、春日森春樹さん、2017年9月に、辰木監督が降板する直前に、一人でアニメ作ってる、と言って、平安さん、ゆっこさんを無視するツイートしててな。つまるところ、作画監督、美術監督の存在を認識できていなかった。彩りはケモフレーゼンの同人から、平安さんとゆっこさん、あんなにアピールしてるのに、そや通じないし、そうした発言をしちゃった人が、心機一転で関わったアニメで、作画監督と敵対するようなごたごたがあったのも、星の巡りだよね。作画監督の仕事も大変だけど、軽視して言い訳がないものね。作画監督を大事にしてほしいかな。ということで、もしこのアニメをレビューすることがあるなら、各話の作画監督と美術監督に注目してみていっても面白いかなとかなんとか思ってます。あ、春日森監督は、獣フレンズ2で、カバンさん登場回の時にツイッターアカウント消してたりする。何か荒れるということを認識してたのかしらね。あとは、ネクソン版獣フレンズのショートアニメである、ようこそジャパリパーク、というのを何年かかけて作ってたけど、全く話題にならなかったりね。ちなみにケモフレニには、関わってなさそうではある。ちなみに、知人の某アニメレビュアーは、はっきり、この監督は、嫌いで冷静に見れないといった胸の話してたわね。たまに毒を吐く人には、クラマー、を任せたい。まあ、ここまで言っといてなんですが、むしろ春日森監督、だからこそ、興味が湧いてニュートラルにレビューしてみたいという気持ちもあるんですよ。少なくとも、原作は悪くない。というのも、春日森監督の経歴見てると、鷹の爪の飼える男商店のスタッフ上がりで、紙芝居形式のフラッシュアニメを、長年やってきていたんだけど、ドラゴン、家を買う。は、その鷹の爪方式じゃなくて、真っ当なアニメ方式でやる予定みたいなんだよね。PV 見る限り、普通に動いてるみたいだしね。紙芝居じゃなくて、普通のアニメを作るなら、作画監督や美術監督ともうまくやらなきゃいけないわず、辰木監督が、平安さんとゆっこさんと仲間なように、春日森監督にも、仲間と呼べる作画監督、美術監督が、いてくれたら、それはそれで前向きな話じゃないかなって思います。ついでに、作画監督とスタジオ MD の件も、プロデューサーとのごたごたで、この監督ハム関係っぽいしね。
総評としては、原作はほのぼのギャグ。アニメ版はお手並み拝見。一人の客としてレビューします。ご視聴ありがとうございました。